竹ぽよさんか。来る。キッチン。ふ。素晴らしい。フラミンゴ警察だ。ナイス。そうですか。偽物がいる。そうですかって言われた。そうですか。偽ミンゴ警察。そうですか。ちなみにさ、あ、いいっすか。なんかすごいドヤ顔で、なんかあの移動式の床を左から右に行った人がいるんですよね。人いますよね。そういうのがいいみたいなのってある？特にない。僕が右に持ってきました。やることなかったから、いや停電来たら直せるかなと思って。なるほど。で、ああなるほど。あで実際、あで実際来たので停電をすぐ直しました。おお、おお素晴らしい。おお、すごい。なんでなんで俺、なんで俺に手入ってんの。フラミンゴ警察だ。偽物だからね。偽物。違う違う違う、さ。こっち本物。偽ミンゴ警察。アーカイブ。あたたたたた。ちょっとタスクガチ勢になってみましょうかね。いつもタスク優先気味な、ちょっと勝手なクルーなんですけども、私は。ちょっと位置関係がいいので、非常に。いいよ。ほほほ。じゃあ、先端さんか？先端さんですね。ゲンチャゲオラセン。ゲンチャゲオラセンでしたね。平蔵さん、こう。平蔵さんの主体です。コミサボが鳴る1秒前にカメラでたまたま見えたんで、はい、カメラから走っていきました。うん、一応、メインから敵陣に置いてくるゲンさんとすれ違ったので、たまたまかもしれませんが、一応アーカイブで殺してすれ違うとは、タイミングとしてはバッチリだなっていうふうに。主体だけ見えたってことですか？キルシティナミ。ごめんなさい、どこって言いました？アーカイブ。アーカイブ。アーカイブ、はい、あ、じゃあ、アーカイブ。私じゃないです。絶対大丈夫です。僕、ゲンさん、あ、ゲンさんじゃなくて、はい、僕、ゲンさんと、はい、あ、ゲンさんじゃない、テラゾーさんがアーカイブまで行ってて、はい、で、その後、シャワーメインって言った感じで、テラゾーさんを置いていってるって。メインの右上の部屋で3人でシャワー浴びてた、シュチニクリンを見ました。はい、はい、僕とオラフ君とゲンさんの3人で仲良くシャワーを浴びてました。はい、死んでる時間帯によりますが、夏目ちょっと怪しい位置に入ってて、コミュサボ前シャワー室にいて、でシャワー室であの奥のタスクをやったと、それは先端さんが視認してると思ってて、でそれで引き返してメインホールの扉、メインホールとシャワー室の間の扉を開けて、コミュサボに向かっております。はい、そこを、シャワー室からメインの方に向かっているのチャゲポヨを視認してます。はい、アルマも怪しい位置です、はい、アルマ、オラフ君、テラゾーさんが、所定貨物脇です。で、僕とテラゾーさんが金庫の方に走っていったんですけど、テラゾーさんはビビって逃げて U ターンしていきました。で、多分オラフ君と一緒にアーカイブの方に行ったんですよね。で、僕は下側の診察室を通って今エレクトリカルで終わりです。オラフ君目線はチャゲポヨさんのゲンさん無理ですよね。そうですね。ゲンさんはどっちから来られたんですか？ゲンはまずアーカイブ脇です。で、昇降機右のタスクを1個こなした後に、はい、シャワー室、除染のシャワーっていう順番です、ね。あ、じゃあ僕、ゲンさんの白は取れないですね。僕の方がゲンさんよりも先に入ってたんで。ん？ん？あれ？ん？ん？ほぼ同時だったと思います。ちなみに私、寺蔵さんはアーカイブでお見かけしていません。まあので、オラフさんの方が情報は後だと思ってます。アーカイブのどの辺でした？死体。ちょい右下。あ、弁当近く。弁当近く。ホワイト弁当近いです。
私一つものカメラに、あ、どうぞどうぞ。あ、次押しています。はーい、はーい。うん、キッチン、コンサボ直したい。オリア、素晴らしい。ぬ、あ、押しました。多分マックスさんは、はい、私まで分けなかったかな。はい、分けませんでした。すみません。はい、右側にいた人って誰でしたっけ？貨物室とか通ったって言ってたの誰ですか？アルマさん。アルマです、アルマ。あ、が、貨物室？診察室？貨物室で金庫給油やって、診察室のダウンロードをやってなんで、全然動いてないです。僕、貨物、診察、エレクトリから最後入ったくらいで終わりです。あ、なるほど。はい、僕、アドミン情報見てたんですよ。はい。うん、で、その時に、アーカイブが1位、で、メインホールにもうなんか5とかぐらいあって、はい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 。で、シャワー室1、エンジン1ってあって、貨物室とかって0だったんですよ。で、その状態。貨物か診察についてなかったですか？ついてないです。貨物、診察、電気室あたりは1個もついてなくて、最後の最後、コミュニサボが鳴る瞬間に、シャワー室からピッて貨物に飛ぶのが見えたんで、はいはいはい、シャワー室の位置がなんかラウンジとか診察室とか1個もついてなかったのに、いきなりシャワー室から貨物にピッて1個飛んだのを見たから、多分ごめんなさい、僕本当に貨物診察に本当にずっといたので、どっちかには絶対に位置つく位置には絶対にいたので、うん、でも見落としなのか、だから他弾きますか、とりあえず、コミュサボを直しに行って、ドアエンジンルームの左にドアを開けて行った人がいると思います。誰か分かんなかったですけど、はい、いつ何回目、今のその、だから死体が出た時の直近だよね。にどこのドアって言いました？どこ、エンジンとコミの間のドアを開けてコミに最速で向かってた人、あんなつめだと思う。エンジンとコミの間のドアは雑巾が開けてます。多分雑巾さん、うん、あ、雑巾さん、はい、雑巾が開けて左側からマックスさんが来てます。その後オラフさんと夏目さんが右から来てます。あ、は開けてないです。雑巾さんですね。雑巾さんもじゃあ無理です。うん、オッケーです。オラくんがいたのか。あれ、チャゲポヨさんどこ行ってたの？僕はそのままシャワー室のあのタオルのタスクをバーってやってました。なるほど。あ、マジか。はい、あ、最後の方にいたってことか。最後の方シャワー室にいました。アルマさんで確定させちゃっていいものなんですかね。ちょっとそこだけ悩ましいとこです。06714。ん？夏目オラフ無理です。原先端無理です。死体値多分出せると思います。タオルのタスクを今エッサホシさん投げ込んでたんですけど、はい、サントスさんが僕がタオル投げ込むタスクやるときそこにいましたので、シャワー室周辺だと思います。タオルタスク近くですね。じゃあ、はい、タオルタスク付近だと思います、うん、はい、じゃあマックスも最終コミュに行って、あ、コミサボのとこ行ったんで、はい、OK です。じゃあ夏目オラマックス三元線ぐらいまで無理です。うん、アルマセキュリティです。アルマさん、雑巾、雑巾金庫です。雑巾金庫です、うん、ぐらいしかも浮いてないですが、うん、だからここまで、いや、これもう僕先に釣ってもらってもいいですよ。あの1キル目めっちゃ僕疑いちゃうと思うんで、うん、もう僕釣っちゃった方がいいと思います、村的にも。で、ただ僕は診察、てかマックスさんが見た時間帯って多分僕本当に診察室いたんで。そうなんだ。コミさんが治った後ですか？治る前？治る、なった瞬間かな？そうですよね。だから僕はダウンロードをしていて、その時診察室で、うん、で、うん、コミサボの、治ったタイミングでもしボタンが鳴らなくても鳴ってもいいように、バイタルを見ていたんですね。コミサボが治った瞬間に、
死んでいようが死んでなかろうが情報として落とせるので、そこで見ていて全然治んねえから、話してエレクトリカル入った時くらいにもうレポートって感じなんですよ。じゃあ見間違いってこと？レポートじゃないや、ボタンか。だからただ嘘ついてるのか見間違いなのかわからないので、僕を釣って止めてもう1キル待ち、まあ2キル警あ3キル警戒のもう1キル待ちでボタン意識高めでいいと思う。ゲームはアルマさんから落としときますかね。それでいいと思います。切るのなんか、かなり近い距離にいるサントスさんをキルしてるところで、なんかお土産なのかなっていう。アルマさんのアルマ先って夏目さんじゃないですか。夏目先生、今回のキルで言えばザチキンさんかチャリポエさん、1個前のキルで言えば夏目先生か、もう一人誰か浮いてませんでした。夏目の白って結構チャギポヤさんとセンターの発言組み合わせあればできると思う。フラミンゴ兄弟よ。そうなんすかね。なんかちょっとお土産感のあるキルだったなーっていう印象でした。なんでも昨日一番票が集まってたアルマさんなのかなっていうふうに素直に考えたんですけども、はい、まあでもロラでもいいですけど、マックスさんの証言からシャワーシティ1はついてたんですよね、その米サボなる前。あ、そうです、あのもう本当につく瞬間にシャワー室、貨物ピッてなったように見えたんですけどね。だいぶその前は見てない。ずっと見てたわけではない。ああ、まあまあ、10秒ぐらいは見てたかなって感じで、メインホールが、多分5とか6ぐらいあったのが、シャワー室に行ったの1、エンジンルームに行ったの1、あとなんか、キッチンあたりにも1ついてて、アーカイブとかにも1ついててみたいな。その1が自分です。シャワー室に行った位置が自分で、先端さんは多分確認してると思います。メインホールからシャワー、シャワーがゼロになったタイミングが1回ものになったら、夏目さんの城は拾えると思います、で、このクニュンってところまで行ってたじゃないですか。そこまで見てないです。あ、 OK です OK です、で、扉が閉まってたんですよ、で、チャケポヨさん、はい、その自分たちが別れた後、自分がシャワーに行った後に自分とチャケポヨさんが扉の前で一緒に見合ってたじゃないですか。はい。だから上には行けないという証言をしたい。あと扉が、そうですね、扉を開けないといけないから、自分は扉を開けて殺さないといけないけど、そうした場合サントスさんのカメラに自分は映るんじゃないかなとも思う。ちなみに言うと。くらいしか言えません。でもこれでも納得しないんだったら釣ってください。まあ無理やり拾うんだったら、まあ弁当とかもまあ。まあ、あるかなと思うけど、まあまあ、そうやったら見えてるから、マックス弁当だった場合、マックスさんが証言してるから、そのさっきの話より前に。まあ、アーカイブで切って、アーカイブ弁当、シャワー、貨物で、トントンってこう、飛んでる可能性もゼロではないね。まあ、それはアルマさんがやってる可能性も。まあ、自分一応スキップ入れますか。余裕が晴れるんだったら。これアルマさん決め打ちコースですね。じゃあもうアルマさん自身が自分で止めてくれって言ってましたからね。ナイスです。ナイス。ナイス。白い。ナイス。夏目先生今殺しに来ました。いや違う。なんで？夏目先生黒の場合オラフ君と二郎です。冗談ですよ。いやカメラ使ってるところ光ってるところにわざわざ来たなと思って。夏目がセキュリティに行ったらダメな理由って何？
わかりますじゃあ、わかった。いや、じゃあ、光ってるの確認したかったのかな。寄らないんで、寄らないんで、じゃあ、もう、二人で仲良く見てください。邪魔してしまい、申し訳ございませんでした。なら釣ります釣ってた方がデートできるから、確かに。いいかな、みたいな。うん、じゃあ、釣りましょう。オラフさんと、オラフさんと仲良くカメラを見てた夏目先生が来たんで。そう、夏目が来たから怪しいですよね。確かに。なるほど。うん。一応ですね、一応、ね。スキップ入れとくんで、はい。あ、釣らなくていいんですか、本当に。大丈夫ですか。そんなに釣ってほしい。いや、ボタン自分ないです。ボタンないです。で、すぐで勝てます。多分。うっそん。ですね、こっち側のデッキでやってカメラ見るか。ラッキー。さあもう一人見てます。チャケポエさんか。なるほど。夏目さんですか。はい。はい。夏目先生が、はい。はい。はい。死体の近くにいましたよね。夏目、いないんですけど。そうなの？うん。どこにいました？自分、ミーティングの魅力のタスクやってました。そうですよね。はい、ゲンさんってミーティング行ってます？ゲンです。実はすごく素晴らしい情報があって、セキュリティで4人がかりでカメラを見てたんですよ。なので見てました、ね、それ以外のお二人の紫、茶色、ピンク、赤です。思います。はい、そうですね、僕、アドミン情報を見てたんですね。で、ミーティングにずっと1いて、なんかずっと動かない1があったんですよ。で、その状態で誰かがミーティングに1上がってったんで、これ殺されるんじゃないかなと思ってすぐ走ってったんですよ。じゃあ停電になって一応死体あるだろうなと思ってわーって探したら、死体を見つけるより先に停電の中夏目さんを見つけちゃって、その後死体を見つけてレポートって感じなんですけど、僕カメラでエンジンルームで左から右に向かってるマックスさんを視認してるので、だいぶ行動としては来るっぽいなって感じがします。カメラってさ、そんなそんなに人気？アルマさんと見ろってことか。ね、ですね。カメラそんないい場所？カメラ4はかわいそうだな。停電中だから気づかなかったんですよね。こんなにいい場所？そう、停電中で初めてわかりました。めちゃめちゃ人がいたって。カメラつけた時に。停電中で。カメラ見たらいっぱいいたからびっくりした。もう2も見た瞬間目ん玉飛び出そうになりますね。なんでこんなにいいんだよ、ここにと。アディオス。アディオス。すごい光景だったな。密でした。ナイスファイト。ナイスファイトでしたね。ナイスファイトで。ちょっと、マジでマックスは先に夏目先生見つけたのめっちゃ面白かったですけど、ね、死体どこだろうって探しまくってたら、夏目さんが先いるみたいな。重なっちゃった。終わったーって思いました。うん、見つかった瞬間に。か
カメラ4やカメラ4やばでも4いると思ってないですからね。最初つけるときは停電中だったと思うんで皆さん、うん、でカメラつけて初めて気づくんですよ、うん、あ停電中いるって。そうそう、多分最初先端さんがカメラ見てて、で僕展望台のあのアップロードしに行って、いや先端さんがインポスターだったら絶対俺キルされるだろうなと思って、うん、でもキルされなくてずっとカメラ見てたんで、僕もカメラ見始めたらみんなどんどんカメラに寄ってきて夏目先生ってシャワーから貨物飛びました？飛んでないですよね。シャワーからシャワー、え飛んでない、飛んでないですよ、ね、じゃあ俺飛んでないんですよね。うわもう完全に、じゃあ俺僕アーカイブから飛んでるんですよね、シャワーじゃなくて。ああ、そのタイミングで多分そう出たのと一致しちゃったのかな。ああ、そうだと思う。多分誰かがシャワー入ってすぐ、あそれ夏目っすね、多分多分メインに戻った人がいて、それと同時にアーカイブから多分パッて貨物に飛んで、そんな感じで見間違いかな。あ、それ先端か、先端が入ったな一瞬だけ。ああなるほど、はい多分。あでも、あ結局でもあれなんだ、診察室とラウンジに一切位置ついてない状態で貨物にピッて飛んだのは合ってるは合ってるんだな。あそうです、で貨物と診察でずっとうろうろして記録で、なんか半分ぐらい合ってた感じだ。まあ全然見ればペンド使ってるってのだけでも分かる、うんうん、強い、うん、あれそんなその目からやめたんすか、クスのおかげね。ありがとう。あれですよ、ちなみに多分カメラ情報全然出てこなかったと思うんですけど、みんな多分笑ってました、自分たちに映ってるように見て自分たちのとこしか見てないです、うん、オラフ君がミーティング入ったの見てないもんだって、うん、ミーティングは全く見てない。セキュリティにいてセキュリティの情報を見るのが一番ムラリがあると思って多分その画面から動かしてなかった気がします僕はもうなんか、あ4人固まってるからなんか隠しろ取れるだろうなって死体探しに行こうとしたタイミングで、うん